当に高幸さんも伊勢谷さんも正幸君もみんなあのご飯に連れてっていただいて、あのテラス、海の見えるテラス席で肉を 500g 食べたり。結構食べましたね。結構、はい、楽しそうだったね。あなたね、なんかもうその1回だけ一緒にこうビールをあの若者チームでちょっと飲みに行こうって、ちょうどあのいなかった人もいるんですけど行ったんですよ。そしたら上でこうちょうどなんか街並み的には熱海みたいな雰囲気にがヨーロッパバージョンなんですね。だからちょっと日海席にちょっとテラスかなんかがあって音楽弾いてる人がいたりとかして、それにこうまんまと乗っかっちゃって全開で踊ってましたよ、街中で。ね、スペインの、はい、開放感とお酒の力を借りて、はい、いやまだ飲んでね、ビールほぼ出てきてない時に踊っとったやん、自分。そうですね、泡ぐらいしか飲んでない時に、ほぼシラフで、じゃあ、はい、山崎さんがそうなんですダンスを。楽しかったです。だって自分もなんだ、自分もお金使いまくったんでしょ。え、なんだちょっと、リュウですか、誰だじゃなくて、ほら新田さんですか、光一くん。光一くんはなんで今、なんか今まで共演させてもらったのに、なんかすげえ名前思いつかないみたいな感じ。じゃほら、今まではロケに行っても全くお金を使わなかったけど、今回僕使ってますって言ってたじゃん、うん、いや使いましょう、だってそりゃせっかくスペインだもん、だってそう、買い物をしたりとか。しかも撮影も緩かったから休みも多かったです。買い物しまくったよね。買い物しまくりました。もうとりあえずバルセロナ、サッカー見たりしたし、はい、サッカー見ましたね。そう、カンプノースタジアムに行って、もう観光しまくりましたよ。では最後にですね、皆様を代表いたしまして、主演の山崎賢人さんからファンの皆様にメッセージをぜひお願いいたします。はい、この映画、僕にとって本当にかなり大きな、いろんなものが変わったというか作品なので、本当にすごく愛がありますし、そうですね、本当にこれから見るということで、ジョジョの世界は本当に最後まで予測不可能というか、スタンドを使った戦闘っていうのは本当に一瞬じゃ理解できないようなぐらい計算されてたりする戦いがあったりして、本当に最後まで楽しめると思いますし、その中で親子の愛だったり家族愛だったり、いろんな愛をちゃんとこう描いてる作品だと思うので、ぜひ最後まで映画のジョジョの世界に、を楽しんでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。山崎さんよりご挨拶いただきました。